こんばんは、ピヌさんです。リーガルダンジョンの続きやっていきます。よろしくお願いします。今日はここからです。まあ、ロックがかかってるんで、この辺飛んでるんですけども。うん、まずやっていきましょう。不必要な犯人。もしもし係長？まだ宴会終わってねえのか？ちょっといいか？人のいねえとこ出てくれ。殺人事件だ。わーってるって、所長と一緒の大事な会合だろ？いいか、ちょっと抜けろって。今、女が一人署に来た。人を殺しましたって。昨日、中道通りで同人よってな。ああ、そうだ。死体は出てね。もし出てんなら、あんたに悠長に電話なんざしてねえよ。いやあ、どう見てあの女は正気だな。虚構犯罪申告って決めつけるには供述が具体的すぎんだよ。どうする？おいおい、考えて物を言えよ。奴は女の話そのまんま鵜呑みにすんぞ。あの渋川に尋問調書やらせてみろ。署がこの事件受理したが最後。速攻捜査本部発足だぜ。アホの行動力舐めちゃいけねえよ。何しろ死体のない殺人事件だ。こんな美味しいネタマスコミもほっとかねえだろ。こんなんで殺人犯の検挙率上げたところでどうせ起訴できねえんだ。死体探して一年中あっちゃこっちゃ掘り返してえのか。まあなあ、被害者がいねえ以上どうせ刑事訴訟法じゃ、渋川の野郎が調書に何書こうが根拠のねえ自白は無駄ってわけだ。わかった。じゃあ川口連れて現場に向かうわ。本物の殺人事件が入ったつもりで捜索するさ。隅々までなんも見逃さねえように調べて、報告書には現場には血痕も凶器も行方不明者も死体も監視カメラもなかったって書くわけだ。こりゃ無の報告書だな。無の報告書を不起訴にすんのか起訴にすんのか、問題はそこだね。不必要な犯人。殺人の冤罪16年後に晴れた。13年前に取り逃がした真犯人捕まる。当時15歳だった A 氏は被害者 B 氏の殺人事件の犯人として逮捕された。証拠はなかったが A 氏は警察の過度な尋問により偽りの自白をして懲役10年を宣告された。数年後、警察が真犯人 C 氏を見つけ出し、捜査するも、検察により、嫌疑なしと釈放されてしまう。A 氏は再審を請求し、結局16年ぶりに無罪判決が下された。それを受けて検察は遅まきながら C 氏を逮捕した。A 氏の弁護士は、当時真犯人を逃がした政府当局は無実であった A 氏に謝罪し、その被害に対する責任を取らなければならないと主張した。まあ流れ的には不起訴に持っていけって感じだろうな。でも不起訴に持っていくの辛いんだろうな、これな。こんにちは、捜査係長の清崎葵さん。成果評価の前期点数合算結果が出ました。中央署刑事課の前期順位をご覧ください。立石県警本部参加15警察署全刑事課中1位。全国254警察署全刑事課中18位、お疲れ様でした。各課及び個人別の獲得成果点数や順位表は警察署ホームページ公開中ですのでご確認ください。中央警察署刑事課がこのような高得点を取れるほどの高い愛国心や有能な業務能力を持っていることを誇りましょう。来てるね。防犯カメラ照会システムを構築、中間成績を公開、ホームページで公開中と。
B の A です。で、読む資料は14ページ、原田氏、さっきのお知らせ見たか。ちょっとこれ飛ばすわ。まだ CIS や管理番号の紹介しかできねえ。保存された映像の再生は無理だとさ。監視カメラ管制センター行きゃ直で確認できっけど必要ねえよな。まあ今のところ。渋川、係長、自首してきた女性のことなんですけど、どうも本当なんじゃないかと。正式な捜査に切り替えた方がいいんじゃないですか。所長にも報告しておいた方がいいかもです。きっと公園周辺で聞き込みをすれば目撃者出てくると思うんですよね。係長はどう思います。係長お疲れ様です。昨日は私が原田さんと一緒に行くはずだったところを代わっていただいてありがとうございました。はい。さて、今回の事件は証拠の女王に関する事件です。証拠の女王、被疑者または被告人が自らの罪を認め有罪であることを是認する行為を自白と言います。罪人の自白は裁判でも決定的な証拠となるため証拠の女王とも呼ばれていました。しかし自白が絶対的な力を持っていた時代は数えきれないほどの拷問や魔女狩りが行われた時代でもありました。我が国ではこのような歴史的な過ちに対する反省をもとに刑事訴訟手続きにおける人権保護のためにいくつかの安全装置を設けています。そのうちの一つが事故に不利益な自白の証拠能力に関する規定です。我が国の刑事司法においては自白だけでは本人の有罪を立証できないことを覚えておいてください。自白だけでは立証できないんだ。そうなんだ。職業、実習所、西尾ルナ。西尾は中道通り142の路上で被害者男性の首元を刃物で1回刺した後、自首してきました。内定報告、人を殺したので自首しますと申し出て実証を提出したため殺人の被嫌疑者に指定しその供述を得た。私は昨日人を殺しました。7月24日午前2時ごろ、道端で酒に酔って倒れていたおじいさんを殺しました。生活に困ってて、ポケットから財布を取り出した瞬間に、まあお金を盗んじゃえと思って殺したと。で、犯罪履歴、虚構申告、被疑者は緊急通報番号に電話し自宅に泥棒が入ったと虚偽の通報をして、滑舌が良くないね。なんか寝起きとかね、疲れてる時っていうのはもうなんか喋り方が緩くなってちょっと嫌ですね。まあかといって頭が働いてる時も滑舌は良くないしね、息も続きませんからね。適用条例？ああ、殺人？被疑者が立件された罪名とは関係のない。あ、そう。関係ないですか？そうなんですか？殺人じゃないの？これじゃないの？これか。ん？あれ？違う、強盗殺人。そうか。
お金を盗もうとしたからね。犯罪事実、犯罪事実ね。犯行場所、日時、殺しました。違うな。果物ナイフ、違う。財布、はい。果物ナイフを取り出して、その人の首を一回刺しました。はい。そうですか。やっべえ、もうダンジョン入んのか、早いな。ちょっと待って、他になんか軽く読んでおかないとな。お金を取ろうと思ったけど、気遣いちゃったから殺してしまったと。はい。死ぬことは分かってたと、その場から逃げようとしか考えられなくて、ごぼごぼ言いながらもがいて口から血を吹き出していました。すぐに首に刺さったナイフを離して走って逃げました。刃物は現場に置いてきた。周りには多分誰もいなかった。公衆電話を使いました。少し酔ってた。捕まったって考えたらだんだん不安になってきて、ネットで知り合った人に電話をかけてみた。繋がらなかった。被害者の人相や服装、70代のおじいさんで、70代と随分具体的に言ってますね。私頭がおかしいわけじゃありませんと。報告書ですね。公衆電話通話履歴。ああ、履歴ありますね。たくさん。刑事事件捜査書類。以下の通り捜査した監視カメラの確認、血痕や凶器確認、失踪申告の履歴検査数、現場内定、結果。犯行時間帯の監視カメラ映像確認しようとしたが、監視カメラの存在は確認できなかった。凶器は発見できなかった。同年代の男性に関する失踪申告は発見できなかった。殺人などの犯罪に関連する状況は特に確認できなかった。内定事項。殺人を犯したと強く主張したが、立証できる証拠は全く発見できず。よって、被嫌疑者を立件、緊急逮捕する根拠がないため、釈放ですね。7月25日18時ごろ、帰宅するよう通知した。不起訴でしょ。不起訴にしますか。あ、でも相手一発で起訴になっちゃうな。あ、そうな。そんな難しいの。残念です。我々はこんな大きな事件をずっと待っていたんですよ。けれど、あなたにはこのまま帰ってもらうほかないかもしれません。強盗殺人を待ってた？警察がそんな態度で大丈夫なんですか？私は罪をすべて認めてるので、もう逮捕してください。それはできません。あなたと合意できるのはあなたの自白のほんの一部でしかありませんから。お互い客観的に合意できる供述から確認してみましょう。さあ、意見書作成を急ぎましょう。ああ、30分とか、そういうことしてくるよね。敵が認めた行為の中で証明可能な事実。敵が認めた行為、証明可能。電話？ああ、電話か。電話かけたって言ってましたよね。何時頃？ああ、あとこの辺だな。公衆電話を使いました。8282。何分頃って言ってましたっけ？
事件起こしたのが、あれなんか事件の時間帯、午前2時頃、午前2時頃に事件を起こして、2時、これですかね。これ?あれ?でもこれだけ色が違うな。こっちかな?あなたがその日その時刻にその場所にいたという事実。とりあえずここまでは認めることができます。それだけ?なんで?私人を殺したんですって何回言えば分かってもらえるんですか?え?ああ、よかった。ゲームオーバーになったのかと思った。法的な議論。あなたの供述を信じるとしても、それだけで強盗殺人罪を適用することはできないんです。強盗も殺人もしたのに、なんで強盗殺人罪にならないの?殺人罪は人を殺害した時に成立します。あなたの供述のどこに被害者を殺害したと書いてあります?被嫌疑者の供述調書を確認したところ、実際にあった事実を語った部分と、被嫌疑者の勝手な推測を語った部分が混ざっています。まあ、事実と嘘があると。殺人行為に関する被嫌疑者の供述の中に、被嫌疑者の主張に反する事実。嘘とは別の、本当のことがあるんだね。殺害したという主張に反する事実。殺害したと主張に反する事実。殺害したと主張に反する事実。殺してないってことですよね。おじいさんを殺しました。70代のおじいさんで誰なのかは知りません。なんだ、どれだろうな。殺害したと。あれか、走って逃げましただから、死んだ、待って、抜いて、まあ、死んだところを見てない、か?な?ちょっとまあ、試してみるか。どっちかなぁ。はい。刑法では心肺機能の停止をもって死亡とみなします。まあそうだよね。だから死んだところを見てないんだよね。被害者の呼吸が止まったあるいは心臓が停止したことを確認したのですか?いえ、だって私、血が見えた瞬間すぐに逃げたんです。ならば、あなたの供述は殺人の自白ですらないのです。でも確かに殺したよ。あんなに深く刺して血が出て生きてられるわけない。それが事実だとしても?裁判所であなたの供述が証拠として認められると思います?もちろんだってこれ事実なんですよ。もっとちゃんと捜査したらきっと、嘘をつくのが癖になっているようですね。実際、あなたの供述自体疑わしいものですから。虚言癖とは他人の気を引くためにあるいは欲望を満たすために空想を事実であるかのように話す病的な習慣のことです。習慣は記録として残ることがあります。また、嘘には必ず矛盾が発生するものです。嘘があれば、たとえ些細であっても噛み合わない情報が混じってきます。自分がついた嘘をすべて正確に覚えておくことは不可能なのですね。はぁーとー。合成?
合成。嘘。何か嘘を言ってることを、なんかいっぱいあるんだけど、嘘なんかいっぱいあるんだけど、本当に人を殺したんです。失敗。凶器など発見。あ、あれじゃない？凶器投げてきたって言ったじゃんね。これか。待って。違うなぁ。全く発見できなかった。違う。虚構申告。合成失敗。虚構申告に人を殺したとか、ああ、こういうの、違うんだ。なんだろうな。これ。実はゴボゴボ言ってない。違う。生活には困ってない。あ、違う。そもそもね。これか。虚構申告の経歴があり、供述書にも虚偽の内容がある。人相、おじいさん、なんで虚偽なんだろう。まあ、やってみっか。あなたには虚構申告で処罰された経歴がありますね。それに被害者の年齢が供述書と実書とで異なっています。マジ？そうなん。あ、本当だ、60代になってる。あ、こっちでも良かったのかもしれない。だからそうなん、なんか適当にやっただけなんだけど、70代になってる。ほら、やはりこれも全部嘘ですね。違う、嘘じゃない。年齢はただの推測だから、その時々で少し変わっちゃっただけで、虚構申告も学生の頃にふざけて一回やっただけだし、あなたの真実はあなたの記録が語ります。あなたの心情に関わらずね。それに仮に供述がすべて真実だったところで、警察には起訴なんてできませんし、どうして?被害者が存在しませんから。でも自白してるんだよ。死体なんて後から探せばいいじゃない。一人の主張だけで誰かを犯罪者にすることなんてできませんよ。それがあなた自身だとしても。現行法上あなたは無実です。我々にとってはあなたが実際に罪を犯したか否かより、あなたの罪を証明できるか否かの方が重要なのです。憲法第27条第4項。刑事被告人は有罪の判決が確定されるまでは無罪と推定される。まあ、推定無罪の法則。10人の真犯人を逃すとも、1人の無垢を罰するなかれ。無垢、ごめん、読めてない。どうやら被嫌疑者は自白を補強する証拠がない場合には、自白が有罪の証拠にならないことを理解できないようです。ああ、なるほどね。自白自体になんか、まあ、物的とか、まあ、第三者の目撃証言みたいなことがないとダメなんでしょ？
被嫌疑者を起訴できない具体的な理由とその法的根拠を詳しく説明してあげてください。法的根拠ね、法的根拠か、法的根拠この辺だな。法的根拠、まずそう、証拠が全くない、証拠が全くないのと、法的根拠、法的根拠な、法的根拠、これはもう見ていくしかない。窃盗じゃない、ごめんこれ。事故に不利益な自白の証拠能力か。これか。何人も、幾人も。事故に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、刑罰を科せられない。これだ。はい。自白が唯一の証拠である以上、証拠能力はない。自白を証明できる他の証拠が全くないんですよ。自白があなたに不利益な唯一の証拠である限り、その自白は証拠にならないんです。殺人を自白しても処罰されない？え、じゃあ私はこれからどうすればいいの？消えた死体を探しに行けばいいの？あなたは無罪です。終わった。一応、はい。路上にはいたんだろうけど、まあ証拠が自白以外出てこないから、不起訴ね。補強証拠が一切発見されないだからね。内定、終結が望ましい。成果評価制度の目的は、より良い治安環境を市民に提供することです。成果スコアを得るためだけに、無実の市民に殺人者の烙印を刻むことは、まさに本末転倒と言えるでしょう。内定の終結によって、個人の人権と憲法の価値を守ることができましたね。お疲れ様でした。お、これね。うい。運の悪い年。助かったな。運が良かったぜ、あの女、チート抜けてたろ。てめえの話を証明できるもん一つでも持ってこねえっつうのはな。人を殺しときながら目的の金はほっぽって逃げ得た、もともとは相当気が弱えんだろうよ。犯罪者の遺伝子なんざ欠片もね、実際人を殺しててもな。逆に同情するぜ。あれこそ状況によって犯罪に追い込まれたってやつだろ。おお、つまりよ、あんたの選択は間違ってねえってこった。あの女をほっといたとこでまた人を殺すわけねえだろうし、結果的には方々丸く収まったわけだ。ああ、そりゃあな。あんたの言う通りだ。いつどこでまたぞろ、妙なこと言い出す奴が出るやら分かったもんじゃねえ。係長、これで今んとこは大丈夫だよな。自首書受け取ってからもっぺん現場行ってみたけどな、やっぱ目撃者なんざ一人もいねえ。つまりだ、この事件のこと知ってんな、被害者、殺人犯、そして俺らだけだろ。そん中で被害者は死に、殺人犯は無罪。ってことはあと一つ潰しちまえば、ちげえ、俺があんたを殺すわけはねえだろ。時間を潰すっつう話だよ。ああ、そりゃ惜しいけどな。ったく今年はついてねえぜ。今までの超過に殺しの点数加えりゃ、今年はもう店じまいできたんだけどよ。まあ、しゃあねえわな。これから雑魚でもワンサカと釣るさ。
殺人件数の話か、忘れてねえよ。去年、一昨年と2件ずつだったろう、確か。まあな、そう考えや1回分のチャンスは残ってるわけだ。つか、公式には1件も発生せねえと思うや、ダブルチャンスってか。ああ、渋川が直で所長に報告しただ。たくあのアホ舐めてんのか。まあお前は気にすんな。ガキのヒーローごっこに所長が付き合うわけねえだろ。川口川だ。渋川が所長に電話してんのを聞いたとよ。細かいことはわからんが、この事件の話をしてたのは間違いねえらしいわ。係長のとこにも、その渋川メール、俺も見ていいか。ほーん、係長がやらないなら、僕がやるってか、アホか何様だよ。まあ心配ねえだろ、所長が事件に口出しなんざ滅多にあるこっちゃねえよ。はい、まあノットギルティですね。まあ非常に簡単に終わりましたね。ああロック解除されてなかった。殺人の予言だって。あともう、失礼。あともう、日光ぐらいかな、多分ね。日光ぐらいなんじゃないでしょうか。ということで、まあ今日はこの辺で終わりましょう。またね、次回この、なんでしょう、家庭内暴力事件についてね、意見書を作っていこうかなと思います。というところでご視聴ありがとうございました。またね。